どうもいらっしゃい。うん、俺ご結婚してないよ。どうも皆さん。ね、単独配信ちょっと第1部はラジコン配信じゃねえよ。なんだよ、なんで俺ラジコン配信しなくちゃいけないんだよ。なあ、ラジオ配信よ。うん、ラジコン配信で俺のツイッターの内容じゃねえかよ。クワップいらっしゃい。ちょっと言いたいこと言わせてもらう。うん、ラジコンは俺はね、リスナーのラジコンにはなるけどって、まあ、ツイッターで先ほど書きましたけど、ね、ラで出したら、ラジコンになってたわ。ということで、ゆいかの破天荒放送ですね。今日からは、まあ、俺もね、自分の配信をちゃんとやっていこうと思うので、言いたいこと言わせてもらう。ね、いろんな配信者がね、もう冒頭から最初から行くから、言わせてもらうよ。ね、年末から、年末ぐらいから、1月の終わりぐらいまで、グエア会っていうのがあるんだな。みやびくんが主催でやる、ね、いろんな配信者が集まって年越し迎えてって、なんかそういう、ね、僕も呼ばれてるんですよ。うん、俺も呼ばれてるんだけど、俺ね、新役長とかには、前向きに検討するっていう風な発言をしたんだね。うん。だから、行くとも、行かないともはっきり言ってないんだよ、今。で、前向きに検討なので、参加する方向で、考えていました。10分前までは。ただ、行きません。はい、申し訳ないんですけど、まあ、ね、ご連絡はいろいろさせてもらおうと思うんですけど、行かない。うん、理由いっぱいある。うん。いや、出て早々これかって思うけどね、俺は。うん。まあなんかグループラインみたいのがあるんだけど、その参加者とかそういう関わりがある人間たちのグループラインがあるんだけど、ごめんだけど、ゆいがで検索させてもらったよ。そこのな、グループラインにゆいがっていう名前が、どういうね、内容であるのかっていうのを検索させてもらった。そしたらね、12月の15日ぐらいに、まあ俺の名前が出てきて、まあちょっとね、俺のことに触れてんだけど、うん。まあそれがラジコンって話なんだけどさ、うん。俺はいかん。その文章を晒すのはどうかと思うので、ね、一部のね、配信者しか見れないグループラインなので、そういう晒すとかはしないですけど、いきません。うん。内容、簡単に言うと、ね、まあ皆さんも知ってる通り、僕はね、リカピーさんというね、女性、配信者と付き合ってたことがあります。ね。まあ、それをね、僕が行く行かない関係なく、なんか勘違いしてるのかもしれないけど、なんかね、まあ、どんな理由があるにせよ、ね、なんか、俺別にリカピーさんの所有物じゃねえからさ、ね。なんか、それをなんかさ、ゆいが来させるみたいな感じ、うん、勘違いすんな、マジ。ふざけんなよ。んでよ、な、便所太郎。な、昨日あったけど、お前も勘違いすんな、マジで。うん、まあ、俺怒ってないんだけどさ、こういう言葉なだけであって、怒ってないんだけど、うん、面白くなってきました。なんかいろんな配信者っていうか何人かね、そこで会話してた、配信者ね、会話に参加してた配信者たちもいますけど、どういう気持ちで言ったかは別だよ。受け取る側のね、話なので、僕がいない時だから、12月15日っていう、俺が、出所する一日前に書かれている内容だから。うん。16日で俺がそこのグループラインに参加してるならわかるけど、15日に誘われてるから俺はその文章を見れなかったんだよ。うん。その上で、ね、俺をラジコンにしようと思ってんのか、ね、俺でなんかネタにしようと思ってんのかもしんねえけど、ね、俺そんなラジコンなんないから。うん。リスナーのラジコンになって面白くなることはあっても、ね、所詮配信者が束になって考えるラジコンなんか、ね、いじめみたいなもんだろ。うん。いきません、僕は。うん。改めてね、思った。すいませんけど。うん。まあ、ここでね、便所とリカピーさんの名前を出したけど、まあ、他の配信者の名前は出さないよ、あえて。まあ、ちゃんとお心当たりはあると思うので。うん。ね。
ごめんだけど、そのね、俺はもう深夜とか金杯好きだけど、ね、誘ってくれたね、方たち、ありがとうございます。それだけ。なんかさ、一人自分ね、みんなで楽しくやれりゃいいだろうと思ってんのかもしれないけど、ね、僕は楽しくないから、もうその文章を見ただけで、俺はね、不愉快になったわけだ。そうでしょ？誤解が解けようが何しようが不愉快になったんだよ。そういう風な文章を本人がいない時に書いてることが問題。違う？宮城くんのせいじゃないよ。宮城くんは全然関係ない。宮城くんは全然関係ないよ。本当に関係ない。そこには参加してなかった。まあ、ここでコメントね、匿名で書けるようにちゃんと書いて、皆さんのね、匿名で書いていいから。っていうか、できれば、こういう内容の時は皆さん匿名で書いてくれ。できれば。もちろんね、普通に固定版っていうか名前出してもいいけど、匿名で書いてもらえた方が、皆さんね、自分の気持ち書けるし、俺に対する批判もそう。俺が言ってることが間違ってるな。まあ、賛否あるよ、絶対に。その中でやっぱ書いてもらいたい。あ、俺ね、別にワードに対しても何も持ってない。そういう今出てきてる名前の、人たちは、はっきり言って関係ないから。四季さんもそこに参加してたんだよ。その話には参加してた。ただ、四季さんの文章を見る限り、別に悪気があって書いてる感じはしない。楽しくやろう。みんなで楽しくやろうっていうのが伝わったよ。正直。それだけ。そこの会話には参加してるけど。別に何かね、人をネタにしてとか、ラジコンにして、おちょくって、そういうのはないね。逃げんなよ、ダセーな。ああ、ごめんね。俺ってさ、まあ皆さんね、知ってるかもしれないけど、すぐ手が出てしまうんだよ。バカだから。ね。だから、行かない。その場から逃げ去る。これがね、僕にた、自分自身を守る方法だと思ってるんだよ。僕バカだからさ。そういう方法しか取れないのかね。みんな分かってるよな、俺がバカなのは。そんなのは。分かってるでしょ？俺がバカじゃないなと思ってて、ユウが言ってること間違ってるような分かるけど、俺バカだもん。分かってる？はっきり言わないでもらえる。匿名だからって言って、ちょっとさ、もうちょっと柔らかく言ってよ。ユイが言うなら間違いないなとかさ、俺らはそう思ってないけど、柔らかくね。手を出して損するのは俺。配信がバンになったりとかするでしょ？損するのは俺。なんで俺が損しなくちゃいけないんだよ、だって。俺別に他の配信者と楽しくやるのは別に全然いいよ。全然いい。できれば行きたかったよ。行きたかった。楽しそうだなと思ったけど。でも俺、あの文章を見て、最初に、笑えなかった、正直。俺のツイッターのね、あ、ツイッターじゃない、LINE のアカウント、このね、新しく変わったサブアカで前使ってたやつを今本アカになってるんだけど、その話をリカピーさんがした、したことから、話がね、このグエア会に俺を誘うとか、ね、私が絶対来させる、みたいなことをリカピーさんが書いて、便所は盛り上がってきました、だから、なんか面白そうだな。何が面白いの？あくまでね、そんなもん3年前ぐらいのね、俺がリカピーさんと付き合ってたので、それでね、また俺がリカピーにね、溺れると思ってんの？すまんけど。溺れるわけねえじゃん。な、もちろん俺のリスナーもそういう危険はね、感じてると思うよ。ね、実際ね、おとといだかなんかね、深夜ってところでこうやって会ってるわけだから。
違う？ん？便所が閲覧ないから、まあそこら辺はね、まあ個人の配信だからわからんけど。あ、ちょっと待って、コメントがさ、小さいからさ、ちょっとコメント大きくしていい？コメントがちょっと小さいな。あ、設定の仕方が、どうやってんのこれ。あ、コメントとアイテム、これだ。文字のサイズ、標準にしよう。これだな。うん、ちょっと老眼が始まってんのね。あ、大丈夫。すいませんね。ハルク老眼。滑ったな。いや、気分悪いよな。正直。滑りすぎた？お滑り。いい言葉だね、今ね。ありがとう。柔らかくね。初お滑り。ありがとうね。本当はね、その文章を見せてあげたい。ただ、やっぱり、晒すみたいな感じで、やっぱりそれは良くないと思うので、ここで出さないけど、いろんな捉え方があると思う。俺みたいな捉え方をする人もいるだろうし、一部ね。ただ、そうじゃない人ももちろんいる。ただ、やっぱ本人がどう撮るかじゃん。しかも俺がいない時だからさ、出てくる一日前だよな。俺はまあ、晒さないよ。俺、新社長ね、なんだかんだね、なんかちょっと、俺を立ててくれたりとか、なんかね、やっぱ接し方が違うんだよ。そう思うよ。誰にムカついてんのか言え。誰か、もう一回その内容をちょっと見て、こうやって、これとこれとこれって。そうじゃないと言えないんで、ちょっとじゃあ、ね。僕も忙しいんですけど、家がなくてね、いろいろね、さまよったりとかしながらで忙しいんですけど、一応この人とこの人にムカついたよっていうのはね、ムカついたっていうか頭に来たよって。まあ、それはね、後日、まあ、2、3日後には言いますよ。それだけ知りたい。納得できない。ああ、リスナーさんがな。それはでも何に納得できないの？俺がその、具合会に参加しないってことが納得できないのか、それとも、ユイガがなんで怒ってんのか分かんないから納得ができないってこと。でもこれはさ、俺が感じた怒りなわけだって、皆さんが感じた怒りではないじゃん。俺別にね、それを、みんなも、これはムカつくなって思ってもらいたいから言ってるわけじゃないんだよ。正直。ただ、ね、言いたいことを言いたいだけ。人のことを言う前に自分が何したかいいよな。まあ、ネタにしたいとしかないでしょ、別に。なんかしら。行かない？そう、まあね、もちろん、俺を誘ってくれた人とかいるわけだから、あとはね、主催者のね、宮部くんとかにもまだこれ言ってないんで、あれだけど、まあ言うよ、とりあえず。年越しはどこの流地を行かない？俺はもう、本当はね、新やつたちのコラボでもう、別にコラボは当分いいかなと思ってたんだけど、まあ、和気あいあいと楽しくやれた方がいいじゃん。たまにね。だから俺全然参加する気満々だったの、本当に。別にね、俺、今さ、こういうことを言って、炎上したりとか、別に人を増やしたい、そういう手で別に人を増やしたいわけじゃないのよ。俺なんか所詮、ね、今は出たばっかだからあれだけど、ね、300人、400人のリスナーさんが集まるだけの放送しかできないような配信者だから、ツイキャスでは。ただ、やっぱり俺もいろいろ反省したりとかしたし、やっぱ自分には配信しかないと思ってるし、配信が楽しくてやってるわけだから、楽しく過ごしたい。リスナーさんたちと楽しく過ごしたいし、別にリスナーさんに媚び売るわけじゃないけど、楽しく過ごしたいし、だからって言って別に配信者と楽しく過ごせんだったらいいけど、それで気分悪くなったらいかないよ。金梅が、ゆいがは今だけのコラボって言ってた。それはそうだよ。それはやっぱ金梅、やっぱ見る目があるんじゃない？今こうやって出てきたばっかだから、今利用できるから。
俺も同じだよ。俺も同じ。メリットがあるからだよ。メリットがあるから、新やつと金盤にあったし。ウィンよ。ウィン。でも、お互いに別に傷つくことも嫌なこともなかったもん。でももう俺もそこのこのグエア会に関しては、ね、参加する前から気分悪くなって、何？参加してよかったなーって 100% 思えないもん、もう。うん。うん。あのさ、そのね、その文章を書いたんじゃないかなとかさ、もしかしたらさ、俺書いてないやと思うんだったら、そのグループラインのさ、ところでさ、検索かけてさ、ゆいがって打ってみてよ。うん。打ってみて。そうすればね、その配信者たちは、あ、自分らそこの会話に参加してたんだなってわかるから。それで自分らは、なんでゆいがこんなことで怒るんだと思うかもしれないけど、俺の気持ちも考えてもらいたいよ。すべて便所のせいじゃないよ。便所の名前あげたけど、別に便所だけのせいじゃないよ。うん、それ読んで何か書き込んだ？書き込んでないよ。だって、俺がそれさ、別にさ、その時参加してるんだったらわかるけど、俺15日だからまだ刑務所にいるわけだよ。今見ただけだもん。いや、アイコもそこにはいなかったよ。参加してなかったよ。うん、ただ、別に俺、これで喧嘩するつもりもなんでもないから。別に。ただ、俺はね、その文章を見て、頭にもくさし、傷ついたよってことだけ。だから参加したくない。参加しないって言ってるだけ。参加したくないじゃないな。参加しないって言ってるだけ。うん。だから、リカピーさんがきっかけだよ。一番俺は気分が悪かったのはリカピーさん。間違いないです。それで、その次に、だからね、面白そう、盛り上がりそうみたいなことを、そういうような類の内容を書いたのは便所太郎。あとか、そんなインパクトが残ってないけど、でもまあ、そこに乗ってる人間もいたよ。なんか、なんだっけ、おとか書いて、わらわらわらって書いたし、ね、ひめちゃんずさんかな、ちょっと、そこら辺の女性配信者ね。うん。もういたよ。俺はそれで気分が悪くなっただけよ。俺ね、別にみんなに応援してもらいたいと思ってないよ。それはね、みんなが楽しんでくれればいいだけ、放送で。一時の楽しみなんかいらないんだよ。その場だけの楽しみなんて。リスナーと俺ら。配信者と配信者は別として。まあ何人かだよ。まあね、名前覚えてないだけで。俺やっぱね、放送を作ってるのは俺とリスナーさんじゃん。俺は今まで俺だけだって言ってたけどさ、俺とリスナーさん。だって楽しんでるのも俺の放送に来てるリスナーさんだもん。俺もそうだけど。そこに別に俺は他の配信者いなくて、別に俺は楽しめるし、リスナーさんも楽しめるもん。ノアとか石川みたいに一人で配信した。俺だからそのつもりだよ。元からね。元からそのつもり。ね、まあいろんな配信者さ、いいところも悪いこともあるだろうし、ただ俺はそれを見て傷ついただけよ。それだけ。それ以上、それ以下もない。ただ俺は喧嘩するつもりもないしさ、別に。そんなもんだよ、本当に。
絶縁とかそういうのじゃないよ、別に。縁なんて、縁なんてないでしょ、別に、特に。お互い配信者っていうだけで。一生絡まないよって話をしてるわけでもないんだから。ただその、具合会に関してはいかない。俺がもっとかすった時とか、もしくは俺が行きたい気分になった時に、別にそういう風に誘われれば、参加すればいいだけだって。俺は、それでやっぱ気分今回悪くなったから行かないよ。だって俺がそんなさ、なんかちょっとさ、何疑心暗鬼になってる、なっててさ、ちょっとさ、これムカムカしてたりとかさ、嫌な気分でさ、行ったって俺楽しめないし、みんなってそんな俺の顔見たって面白くないでしょ、別に。ブスーっとしてさ、何も喋らねえでさ、喋りゃ喧嘩なんだから、絶対。俺の性格数は。な、面白くねえじゃん。時間と金の無駄だよ。ただでさえ金ないの。うん、そうでしょ。